皆さんこんにちは、しらたんです。今回は私のハーフメイクをご紹介したいと思います。ではレッツゴー。はい、それではメイクを始めていきます。リフレのメイキャップベースクリームを塗ります。次にケイトのリキッドタッチパクトを塗っていきます。ではアイメイクに移ります。ケイトのフォルミングエッジアイズ DR3 番を使っていきます。まず一番明るい色をアイホール全体に塗っていきます。次に真ん中の色を目の半分塗っていきます。こういう筆にとって塗っていきます。次に一番濃い色を目尻に塗っていきます。アイシャドウはこんな感じです。ヒロインメイクスムースリキッドアイライナーで跳ね上げラインを描いていきます。こんな感じです。そしたらビューラーをします。ケイトラッシュマキシマイザーでマスカラ下地を塗っていきます。リボアイフル眉尻へソフトブラックで眉尻を描いていきます。でハーフメイクの時は眉毛はなるべく上に上げて描くようにします。あと目と眉毛を近づけるように描いていきます。エルフのアイシャドウパレットのマットフォーマットのまずこの色で眉尻を埋めてから眉頭はこの色でぼかしていきます。眉毛はこんな感じです。次にノーズシャドウを入れていきます。ノーズシャドウもさっきのアイシャドウパレットのこの色を使っていきます。そしたらキャンメイクシェーディングパウダー01番でシェーディングを入れていきます。マックのミネラライズブラッシュウォームソールでチークを入れていきます。ハーフメイクをするときはチークは必ず斜めに入れます。そしたらビセリシェのイルミネートパウダー02番でハイライトを入れていきます。ハイライトは結構がっつり入れます。ファシオのグッドカールマスカラロングタイプを使ってマスカラを塗っていきます。ヒロインメイクのアイライナーで石灰ラインを描いていきます。こんな感じです。リップはマックのモカを使っていきます。はい、こんな感じでハーフメイク完成です。
はい、こんな感じで今日はハーフメイクをしてみました。秋のおすすめリップの紹介動画を上げた時にそのメイクがすごく好評で動画にしてほしいというリクエストがたくさんあったので今回動画にしてみました。今回のポイントはハーフメイクということなのでノーズシャドウとかシェーディングとかを結構がっつりめに入れて彫り深に見せることと、あと眉毛を太めにして眉山を意識して描いてみました。あとはやっぱりハーフ系のカラコンをつけると一気にハーフっぽさが増すかなと思います。ぜひ皆さんもハーフメイク挑戦してみてください。その時に少しでも参考になればなと思います。最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではバイバーイ。